さ。それしか言えないですちょっと奥だと加藤選手奥からのアプローチ、おお入った、ナイスバーディー。そうだ、みんなすごいやっぱ上手なんだ、ここのパーティーね。
後半はですね、今1、2、3、4、5、5ホール目終わって、上野選手1アンダー、加選手2アンダー、シングル選手がパープレーね、イーブン、加藤選手が 2アンダーということで、かなりバーディーを取ってきてると思います。前半ね、和田選手は2アンダーできてるんで、これで4アンダー結構上位なんじゃないでしょうかと思います。ただね、ちょっと解説するのにはちょっと難しくてですねとってもこれはなんかちょっと今後に向けて対策しなきゃいけないんですけど、結構4選手ともかなり集中してプレーしてるんじゃないかなっていうふうに感じます、まあ、普段のプレーちょっと分かんないんで なんとも言えないんですけど、はい、まあ、とにかくね、和田選手と上野選手のドライバーの距離がねすごいですね。ちょっと何ヤード飛んでるか、250ヤードぐらいいってますかね。いってますね。いってるよね。飛んでますね、っていう感じがします。そうですね、あまり長くない設計になってますんで、まあ、もうちょっと、まあ、バーディー狙っていける行くのかなっていう、結構攻めてますもんね。そう、まあ、このチーム、この4名じゃない、あの皆さんがどんな感じかわかんないですけど、まあ、かなり上位に食い込んでくるじゃないかなと思います。はい、それにしても日差しが強いですね。痛いです。おもちゃんが手前のなんていうんだっけ、カラーちょっと短かったですね。パーパットですかね。タイパン。
惜しいんですよね、全部バーディーチャンスなんですけど、まあ、なかなかちょっとあんま曲がらなかったみたいですね、今の。今日の私のゴルフウェアはオブシディアンっていうのノーハーマンから出たゴルフウェアです。新しいゴルフウェアです。謎なインディネートショップ。